よいしょ。皆さん、やっほー。今日は何度かな？15度。なんかトイレ行く前にね、ちょっとつけといたんですけど、あったかい。あー、もう毎日寒くてなんか体が疲れますね、すごく。でね、コメント欄に、なんて言うんだろう、なあ、ユミがだるそうとかなんか言ってたんですよね。書いてあって、あ、疲れてるとか疲れたとかだるそうとかそういうことが書かれてて、ユミそんなに疲れてるとかなんかねえだるそうとかっていう風な感じに見えるのかな、どうなのかなどうなんでしょうか。たまにね、疲れてる顔してるでしょとかっていう時はあるかもしれないけども、でも、それなりにユミは元気です、そうなんですよ。更年期でもあっても糖尿病の予備軍であってもユミはユミなりに元気をみんなに与えてるつもりで頑張って動画を投稿しています皆さんどう思いますかってことで、どうなんだろうね。なんかみんな見る人によっちゃいろいろいろんな人がいるからね、そう見られる方もいらっしゃると思うんですけどね。なんかそんな感じにコメント来ましたね、昨日か一昨日。そんな感じで今日のリビングです。そういう風に見える？検査にも聞いたら、いや見えないよとかっていう風には言ってたんですけどね。どうなんだろうよくわからないけども、今日のキッチンです。今日のキッチン、明日は休日です。ユミの休日です。さて、歯磨きしてお弁当作りしたいと思います。よいしょじゃあ、よいしょっていうのもね、やっぱり口癖だと思います。頑張ります。今日はカレーチャーハンにしました。最後まで見てくださるととっても嬉しいです。いつものように斜め切り、パプリカちゃん、ベネズル溶かすユミ、そしてストレス発散、おりゃおりゃ、白米ちゃん登場、そして卵ちゃん、軽くスクランブルエッグにします、そして大量のウインナーちゃん、炒めて野菜たちを入れていきます。ザバー、
パプリカ彩りに。味付けちゃんはお清めのお塩ちゃん。パラパラ、もうちょっと、パラ、ブラックペッパーちゃん、パラ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 、濃厚に味付けしていきます。たっぷり白米ちゃん、ドバー、炒めて炒めて、さらに味付けちゃん、ザーザー、鶏ガラちゃん、バサバサ、昨日の余ったカレーちゃん、ドバー、あとは炒めるだけ。味見させてもらいます。お弁当は後でアップします。今日は親子丼と味噌汁にしよう。
皆さんお疲れ様です。なんか今日ただいまの時間が3時12分な13分になったんですけども、今日は早めにシャワーを洗って、この後散歩行って、そしてご飯支度しようかなと思っております。今日の夜ご飯はね、なんて言うんだろう、親子丼なんて言うんだろうって、なんだろう親子丼です。そう、親子丼と味噌汁、和食にしようかなと思っています。昨日ねカレーだったので、ちょっとね和食にしようと思って。そうなんです。やっとね今日の札幌は昨日とはね違ってね、晴れて暖かくなってくれました。なんかねえ、よかったとか思って。でもさ、あの散歩の時にあの暖かいと雪が溶けてびしょ濡れになっちゃうんで、小春と空がね多分ね歩きづらいんじゃないかなと思っちゃって、かわいそうで。それが特に小春、水浸しとか嫌いだから、ちょっとかわいそうだなと思っちゃってね。空はね、まあ、平気、空も意外と苦手なんだけど、小春よりかは大丈夫かな。なんかね、そうなんです、ツルツルよりかは全然平気。もうさ、ツルツルなったらもうたまんないよ、ほんと怖い、怖いしか言えない。あのねって感じペンギン歩きよりひどい歩き方可愛くない歩き方になるなんかね、そうだからね、ツルツル路面はほんと怖い、もう嫌い、ほんと嫌だ、ほんとね。今日は手袋脱がなかった大丈夫だった。なんか考え事してたのかな、この前の時は。なんかね、明日からね、いよいよユミも社会復帰してきますよ、してきます。そう、頑張ってきます。なんか今回やたらと茶碗が多い、なんだろう。札幌ね、あの平年の雪よりなんかやっぱりね、あの超えちゃいました。そう、やっぱり超えちゃったって感じで、ね、異常気象だなーなんて思っています。なんかね、だってさ、ここ3日間ぐらいすごい、もう風がひどかった。ほんと、とにかくまさか一気にね冬がやってくるとは思わなかったですよ、ほんとに。わあ、フライパンが2つもある、うわ洗いたくない、うわでもやらねばならぬ。フライパンだ、フライパン、フライパンがやってきた。あー最悪、あれ大丈夫かな。あーやばい、フル化してないから取れない、どうしよう。まあとりあえずフル化しておこう。あー、トマトジュース買ってくるの忘れちゃって、水分補給で。皆さんお疲れ様です。乾杯です。乾杯。うん、今ただいまの時間が3時22分です。ということで、今回のユミの動画は日常編をアップしてみました。いかがでしたでしょうか？ということで、今回はね、ちょっといろいろとね、トイレ掃除、お風呂掃除だけだったんですけども、今回やってみました。
まあね、ほんと札幌もね、日に日になんか日が長くなってきたななんて思っております。もう平年並みよりね、積もりましたよ。あー、やっぱりどか雪来たなみたいな感じでしたね。なんか暑い日の次の年だったらなんかどか雪が来るっていう話を聞いたことありまして、なので、ああ来たかと思いました。そんな感じでね、皆さんもね、体調などくれぐれも気をつけてお過ごしくださいませ。なんかうまく言えないんですけどもね、本当皆さんの温かいたくさんのコメント、本当ゆみすっごく励みになっております。これからもね、明日から在宅の仕事も始まりますけどもね、 YouTube と両立して頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてね、ここで初めてユミ見たよっていう方いてくれましたらありがとうございます。すごく嬉しいですね。もしよかったらグッドボタンだけでも押していってもらえるととっても嬉しいななんて思っております。それではまた皆さん、次回の動画でお会いしたいなと思っています。これからユミは散歩に行ってきたいと思います。そして親子丼作って頑張ります。それじゃあまたね、皆さんありがとうございます。じゃあね、またね、失礼します。どうもありがとうございます。Mm-hmm.